大丈夫ですか。では皆様久しぶりの登場で です。鉄道が大好きなタレントの斉藤由紀乃さんにお越しいただきました。どうぞ大きな拍手でお迎えください。ただいま戻ってまいりました。皆さんこんにちは。もうぜひ皆さん声を合わせておかえりなさいと雪乃さんに行きましょうか。大きな声でせーの、おかえりなさい。ありがとうございます。もう泣いちゃいそうですなんかすごく雪乃さんにとってはこのイベントがもう思い出のイベントなんですよね。そうなんですよ。あの私が事務所入って最初にもういただいたような仕事で、以来そこからずっと毎年毎年お世話になりまして、で去年今年とこんなに人生が変わるとは思ってなく、すいませんお邪魔してしまいました今年も。いやあの泣きそうって言ったけど、まあ休んだのは数ヶ月なんですけどね、でもこうやってこう人様の前で喋らせていただくのはあの小児科ぐらいだったんで本当にびっくりしてます。ちゃんと喋れるかどうか。いやいやいや、もうママになられてももうさすがの可愛らしさと美しさで、なんか全然変わってないですよね。なんかさらになんか優しさが増した感じがするけど、そう前は結構生きてたんでって今もなんですけど、いやでも制服がね、はい、今年もちゃんとしてはい正式なものをお借りしまして、ありがとうございます。ということで、あの、あ、おめでとう、ありがとうございます。今年もすいません、ちょっと一応、今年はこれでお願いします。はい、すいません。あの、今年はあの、連続フルリーグ出場は途絶えましたけど、あの、連続出場。出場は行ってますね。はい、あの、一緒なんで、はい。ありがとうございます。また来年また。ねえ、自分で勝ってます。もうちょっと恥ずかしい。いいですか、いいですか、いいですか。ありがとうございます。ちょっとチャンスですよ、皆さん。ちょっとすごい風で。待ってますけど、ね、待ってます。ありがとうございます。で、なんか昨年はあの結婚であのケーキを、そうなんです、ね、あと今令和になってるそのヘッドマークのところに、はい、お祝いのねヘッドマークを作っていただいて、うん、それもびっくりだったんですけれども、まさか今母になって帰ってくると思わないいや今もちっちゃいお子様連れまたは友達が来てくれてますね。いや本当にあの親御さんを大尊敬今してます。私今まで本当ただただ電車に乗ってきただけだったんで何の役にも今立ってないんですよね。いやいやいや子育てにはね、なんですけども、うん、こうやってまた接し方が変わってくるのかなと思います。皆さんそうですよね、見方も変わるし、でもこれからはお子さんと一緒に電車に乗るのも、ね、それも楽しみなんです、ね、なんで、あもちろん大きなお友達と会えるのもすごく楽しみにしてきました大きなお友達本当にありがとうございますありがとうございます。あもうお客さん もうニコニコ笑顔でも最高のスマイルですね。特にあの前列の方はスマタンのお天気カメラの後ろに映ってる方ですね。あのずっと見てましたから、だんだん服が薄くなって、あ春頃になってきたなっていうのを見てましたんで、ありがとうございます。わ嬉しいです。どうしよう、ね、すごいですね、はい、あのスマターのタオルをかけていらっしゃる方も、ね、いらっしゃいますね。あの本もね、あそう本も本当だ、嬉しいです、ありがとうございます。で知らなかった方とか、ね、すいませんちょっと誰なんだっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、あの毎年路面電車祭りで司会を担当させていただいてました。で子供が生まれるということで今年の1月頃にお休みに入りまして、でそこから初めての仕事復帰ということで、まあ、5ヶ月ぐらい休ませてもらって、でもね親御さんはお分かりだと思うんですけど休むっていう暇じゃないですよね。本当にもうちょっとびっくりしました。もう本当に日に追われる感じですよね、はい、今めっちゃ開放感あふれてますもう電車のこと
と喋れるとですよね。もう大好きな電車もたくさんありますしね。そうなんですよ。乗りたいんですけどもね。ちょっと乗るのはね、この後の楽しみにしときます。いいですね。はい。いやでもこの復帰のお仕事がね、このお仕事っていうのは最高ですね。もうなんとか松本さんにとお願いをしてまして。いえいえ。あのこちらもあの。ギリギリいけるかな、いけるかな、あかんかなと思いながら、事務所の方にお電話させていただきました。すいません、本当にわがまま申しまして、はい、ここからあのぼちぼち運行を再開していきたいと思うんですけど、まだちょっと毎週のお仕事はなかなか戻れないんですけれども、こうやって、断るごとに出てくるかもしれませんので、よかったらよろしくお願いします。もう本当 このぐらいにしときます。まだまだステージイベント続いてますね、この。そうですね、はい、あではここからもですね、あの2時まで、はいはい、ゆきのさんにはステージに一緒に進めていっていただこうと思うんですが、はい、ゆきのさんが来てくださった途端に晴れてきました ね、 ね、あの時間帯だと思います、そういう。いや、あの一応あれですよ、ヤフーの雨雲レーダーでは今の時間帯雨降ってる予定なんです。あ、そうなんですか。あら、持ってますね。本当です ね、 ね、この調子でちょっとね、皆さん水分補給とかちゃんとしといてくださいね。健康第一で楽しみましょう。はい、ではお待ちかねのオーディションの結果発表に行きましょうか。はい、お願いします。毎年ね、これ非常になんでこれがこんな値段するねんっていう。そうなんです。で、何に使うてはるんかが気になるオークションです、ね、あの大きい庭をお持ちの方もいてますけど ね、 あのね、でもなかなか飾れないと思う、ね、はい、ということで、まず、そう、もう早速いきましょうか。はい、ね、はい、まずですね、ダクサス、あの商品番号1番カーネギー製レール1914年、知ってます、知ってます、カーネギー製レール、この車庫にあったレールですか。そうそうそう、あのその辺、その辺です、その辺にあったやつです。そう、現役なんですよね、はい、そうです、そう、現役だったものが、そうです、100歳超えて活躍してたもの、はい、そうです、はい、さすが雪乃さん。1914年アメリカのカーネギーで作られた、はい、カーネギーホールって今有名だと思うんですけど、はい、線路も作ってたんですね。そうですね、昔はね、まあ、鉄を作れるのが日本ではなかったですからね。鉄を作れる会社がなかったんでね、全て輸入だ、貴重なものですよね、はい、はい、それではね、これ1番の方です。1番の2つ出てますけど、まず1番の方です。落札の開始が1万5000円からですよ、うん、ちなみにいくらぐらい、いくら、1万5000円からだから1万7000円以上はしててほしい。あ、はい、どうですか。なかなか落ちて出ますよ。あれ、ニアピン賞です。ニアピン賞、はい、1万8000円です。あ、近い、はい、1万8000円で長谷川様、長谷川さん、あ、いらっしゃいますね。あ、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。これどうするんでしょうね、聞いてみてください、ね、すいません。レール何に使うんですか。文鎮、文鎮、どんな書を書くんでしょうか。ねえ、ものすごい大きな思い、ね、すごい書家だ、先生かもしれないですね。ね、あら、文鎮に使うんですね。斬新な使い道が。ねえ、本当。はい。まあ、1914年製なんでね、うん、お長寿のご利益も漏れなくついてくると思いますよ。お守りにもなるかもしれないですね。はい、そうです。次2番もね、同じカーネギー製のレールです。はい、こちらも1万5000円。はい、はい、こちらもですね、こちら、ね、1万6500円で、こちらも長谷川さん。やっぱ2つということで、これぐらいの大きさはあるんちゃいますか、生姜。ああ、もう今満面の笑みで手を振られてましたけど、よほど嬉しかったんですね。すごく、何に使うんでしょうね。文鎮ですか。文鎮ちゃいますか。文鎮ですか。
ぜひ作品も見たいところです ね、すごい2つ出て2つとも、ね、そうです競り落としという、はいそう、はい、それでは次行きたいと思います。3番の、東急車両の名盤です、昭和62年のやつですね、はい、あの東急車両と書いたね、あの107型についてます、もうあの頃東京車両ってあれですよ、もうない、ね、ないですよ、ないですから、もうない、そうそうそう、はい、こちらあの7000円です、おいくらぐらい、いや超えててほしい、これもちょこっと超えてますかね、あいきます、はい、こちらね22,700円、すごい、はい、え松井さん高級車両さんファンですかね、拍手も起こってます、ね、松井さんご存知ですか、おめでとうございます、ご存知なんですか、有名な松井さんがゲットされた、あなたが松井さん、皆さん拍手を送られてますね何に使うんですか、置いとく、わかりました、置いとく、綺麗に、よかったです、はい、有名な松井さんが、こちらでお願いします、はい、すごい予想を上回りましたね、そうですね、さすが東急車両ファンは多いということですね、もうね、もうほんまにその東急車両って書いたしあれが出てこないんでね、新しく出てこないんで、あ、そうですね、貴重だと、で、世にもあんまり出てこない、出てこない、はい、次4番ですね、はい、こちらもね、東急車両の名盤ですけど、もうこちら平成元年のやつです、はい、こちら言うても30年たり、はい、こちらは、はい、7000円からですけど、はい、はい、いくらぐらい、はあ、さっきは昭和、今は平成のものですよね、はいはい、少し下がるですか ね、うん、まあ、ね、言うてもそんなに年数は差はないですけれども、はい、はい、こちら9000円、お、杉下さん、あ、杉下さん、松井さんやと思ってました、はい、杉下さんいらっしゃいますか、あ、いらっしゃいました、いらっしゃいました、はい、はい、どうも、やはり昭和と平成でやはりかなりの値段の差がありますよ ね、倍ぐらい違いますよね、杉下さんは、あ、こそこそっとテントの、あの何に使うんですか、コレクションルームに飾る、ちなみにコレクションルームってどのぐらいの広さ、8畳、でも8畳コレクションルームにできるっていうだけの部屋数があるってことですよ、本当ですね、そういうことですね、なかなかそんな許してくれないでしょ、ない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 、そんな空間ないですから ね、あら、博物館になっちゃいますね、立派な ね、はい、そしたら続きまして5番ですね、5番の353号車の名盤セット黒、おー、はい、うわー、これこちら、ね、あの車両の、ね、あ、名盤あのいろいろ書いてるものがあるんですけども、はい、記念になりますね、はい、青年関係みたいな書いてるもの、はい、わー、はい、なんかすごくこれは年季がこもった感じしますね、そうなんですよ、はい、こちら1万円からですけど、お、はい、1万円、はい、1万円です、いくらぐらい、いくらぐらい、1万、3000円はいてほしい願望がそれは超えてほしい、こちらね、あの2万1000円でね、お、あのお二人、同額です、その場合どうなるんですか、はい、あの早野さんと、中浦さんいらっしゃいますか、はい、あのすいません、ちょっと出てきていただいていいですか、はい、あの来ていただいていいですか、はい、いらっしゃいましたね、はい、ということで、あのここで、はい、あのどちらにするかを、ね、はい、決めたいと思うんですけども、はい、はい、まあまあここは公平にじゃんけんかなというところなんですけど、そうですね、はい、はい、斉藤さんとしてもらいましょうか、いや、いいです、いいです、あ、いいですね、でもせっかくだから、はい、せっかくなんで、せっかくなんで、せっかくだからお二人で、はい、斉藤さんとしていただきまして、すいません、はい、勝手、すいません、ちょっと用事があります、すいません、お久しぶりでって言われます、はい、それではちょっと運命が決まっちゃいますが、はい、じゃんけんしてもよろしいでしょうか、はい、はい、
勝った方ですか負けた方ですか。じゃあ勝たれた方。勝たれた、はいはい、ではいきます。最初はグーじゃんけんぽい。おーあでもこれ一方だからもう一回もう一度行きましょうか。もう一回行きましょうか、はいはい、最初はグーじゃんけんぽい。あれなんか斉藤さんのものということで違う、あの2万1000でお買い上げ、ゲットで2万1000でお買い上げ。もう一度3もう一回ではいきます。カタカタ最初はグじゃんけんほい。あ、勝った。おめでとうございます。お名前は。お名前は、すみません、中浦です。中浦さんにお決まりました。すいません、お参加いただいてありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうですか。あのどこに飾るかって、はい、阪海電車の博物館に飾るらしいです。博物館、あ、家にあるらしいです。お家が博物館になって、あと、はい、あの、はい、また言うてくださいね。いつでもあの引き取りに行かせていただきますので。綺麗になってますよ。すいません、お気遣いまでありがとうございます。ありがとうございます。あのちゃんと真に受けて帰ります。すいません。いやすいません、じゃんけん私でよかったのかしらって思いますが、はい、今日はこういうこともあるんですね。あるそうですね、私も初めてでしたけど、はい、それでは続きまして10番の161型ワンマンプレート緑、ね、プレート系今回多いですね。そうですね、歴史ありますね、はい、ワンマンカーと、はい、こちらですね、はい、こちら7000円からですよ。はい、はい、1万円超えてます。絶対超えてると思う。どうでしょう、歴史もあります。はい、こちら9500円。あら、あ、意外と、9500円でね。堀井さん、堀井さん、はい、いらっしゃいました。あ、どうも、おめでとうございます。おめでとうございます。ワンマンカーはどうされるんですか。部屋に飾る。部屋に飾るが続きま す, きます。飾れる大きさですね、はい、車にはつけないんですね、あれつけてたちょっとね、バスになりますからね。紛らわしい、紛らわしい。はい、それでは続きまして11番ヘッドマークです。こちら、あのこれも斉藤さん司会されてまだ4台の、はい、都電 PR 総合乗り入れのヘッドマークです。おはい、あ、記念になりますわ。はい、こちらです。はい、はい、あの100周年の覚えてます。あの、ね、コスチュームでお世話になりました。はい、はい、こちら2万円から。はい、はい、こちらがですね、2万2500円で、奥地さん。あ、はい、はい、あ、いらっしゃいました。おめでとうございます。ありがとうございます。ね、ヘッドマークも飾られるんでしょう ね、そういう大きさですね、はい、うん、あ、でも言うてももう何年前になりますかね、あのボディがボディのカラーというかラッピングが都電さんと変わったんですよね。これは2011年ですかね、100周年は、はい、経ちますね、8年ぐらい経ちますね、はい、続きまして12番こちらもね、あの都電のヘッドマークです。コラボのヘッドマークです、はい、こちらね、はい、2万2000円で大島さん。大島さん、大島さん、いらっしゃいましたね。どうもおめでとうございます。おめでとうございます。見かけですか、若い方がご購入されてますね。まあ言うても、もうぼちぼち平成のものもこうやって出てきて、そうですよね、はい、そこ値段のするものになってくるんですね。すね、時代が、ね、時代ですね、本当に進んでますよね。でもいいですね、こうやって自分が気に入ってゲットしたのをお部屋に飾ってたら幸せなんですよね、すごく。やっぱ欲しかったものですもんね。実際使われてたものです、ね、はい、続きまして13番こちらヘッドマークの古墳型です。もつ古市古墳群国内推薦が決定した際に撮ってね、見たかったわ、やった時ですね、はい、あ、はい、すごい、こちら古墳型のヘッドマーク、ようやくね、関、はい、さん決まりましたですね。
いや、まだの正式にはあのまだなんですか。イコモスの勧告があったんです。あの登録しても良いと。まだないの？6月の、ね、下旬からあのアゼルバイジャンで世界遺産会議があるらしくて、そこであの順番にあの今年、ね、あのエントリーされている世界遺産、世界学校が順番に審査される。いつ結果が出るかまだ分からない。6月下旬以降なんですか。7月の上旬にかけて行われる、あ、そうですか、はい。まあ、ちょっとのんびりされてるんですね。そうでもあのニュースがあった時に、そのニュースが出る本当前日にラジオ大阪のほんまもん原田俊春ですを聞いてたら、ちょうどその古墳の話をしてはって、原田さんがなんか予言者かなって思いました。すごいタイミングですね。これ聞いたよって思って、あのねえ、はい、こちらね、さすが原田さんです。そう、1万5000円からなんですけど、はい、いくらぐらい。あ、それもう2万円、はい、言っててほしい。はい、はいはい、こちら3万6000円。おお、これは跳ね上がりましたね。差がありますね。ねえ、はい、中浦さん、中浦さん、中浦さん、先ほどの、先ほどの、ま、博物館に、博物館に、はい、コレクションが増えますね。収蔵されます、はい。続きまして14番のヘッドマークです、はい。こちら161型90周年昨年の、はい、です。これ2枚2つですかね、あるんですけども、まず1番の方です。はい、こちら2万円からですけども、はい、2万円から、そうですね、2万5000円、はい、こちら、3万円。おお、3万円で、なんか先からちょっと値段あたり、どうでしょうか。大島さん、大島さん、さっきらしいますか。大島さんではない感じですね。うんって、ありがとうございます。大島さん、大島さん、いらっしゃいますか。ね、90周年のヘッドマーク、ヘッドマークです。90周年のヘッドマーク、大島さん、おられますか。いらっしゃいますか。あれ、手上がってる方、こっから見るといらっしゃらないんですけどね。あれ、大島さん、大島さん、大島さん、いらっしゃいませんか。これ、いらっしゃらない場合は、これこちらの方はね、応募がね、大島さんだけなんで、こちら、あ、いらっしゃらない。はい、じゃあ次いきます。次の方、次ね、15番のヘッドマーク、こちらも90周年です。はい、はい、こちらも2万円、はい、こちら3万6000円、はい、中浦さん、はい、中浦さん、3万6000円大好きです。すごい、コレクションがどんどん増えていく。6000円で、おめでとうございます。増えましたね。もう帰る時には両手に宝がいっぱいですね。しまいに中浦さんも出てくるかもしれないですね。もうついに出てきちゃった、ね、え、あの家のやつ全部、ね、博物館でも全部大きいのに洋川編です、はい。続きまして16番のヘッドマークです。こちら501型60周年の記念の方で、丸い方の歌ですね。かわいい、はい、丸と四角があるんですけど、丸、はい、還暦、還暦の、そのね、グッズが出てましたけれども、還暦でヘッドマークが作られたんですね、はいはい。こちらも2万円からですけれども、はい、こちらは、3万100円刻みましたね。この意気込みが、この100円の意気込みが、ギリギリまで、はい、近江さん、あ、手を取られてますね、はい、あ、どうぞ。おめでとうございます。おめでとうございます。飾られるんでしょうね。おめでとうございます。はい、続きまして、はい、17番のヘッドマーク、こちらも501型60周年こちら今度は四角い方ですね。四角い板で、はいはい、あ、また全然雰囲気が変わりますね。はい、かわいい、はい、こちら、3万6500円、おー、刻
ね、早野さん。早野さんです。はい、ちょっと先ほどちょっとね。ああ、じゃんじゃんけん。ここでちゃんとゲットできましたね。そうですね。よかった。確実に三回電車の博物館は各地にありますね。あります。ちょっとお友達になって見に行ってみたいもんですね。すごいレアなのがたくさんありそうですね。おめでとうございます。はい、続きまして、20番こちらもヘッドマークです。こちら市電霞城線創業100周年1番の方です。おお、はい、これも歴史ありますね。霞城いいですね。ほとんどの方知らない。霞城線、霞城線知らない、ね、今はちょっと、ね、変わってしまいましたね。ね、何県ですか？霞城。霞城。あの通天閣。そうそうそう。あ、通天閣の辺り。はい、横を走ってたんですよ。あ、そうなんですね。はい、勉強になります。はい、あ、これはうちではないですよ。あの今の大阪メトロさんです。あ、そう、なるほど。はい、あのちょっとラッピングをしました。はい、はい、こちら1万円からですけども、はい、こちら1万7千円です。で、大島さん。大島さんです。大島さん、大島さん、霞町のヘッドマーク、ヘッドマーク、あ、さっきの伊原編かと大島さんかもしれませんね。あ、大島さん、ね、そっか、先ほども、はい、で大島さんでしたね。じゃあ次、そうですね、はい、では行きましょうかね。はい、次21番こちらも同じ市電の霞町線のヘッドマークです。はい、こちらも1万円からですけども、はい、こちら2万1000円中浦さん。ああ中浦さんです。もうこちら来られる方がだんだんと決まりつつありますね。すごいですね。熱意がもうすごいですね。もうなんか今日もイベント自体は10時スタートだったんですけど、早い方は5時前から並ばれてたっていうのがね。そうです、お目当てのグッズを。そうです。嬉しいです。まあ、年に1回のお祭りですからね。年に1回のね、はい、さあオークションどこまで、はい、まだまだありますね。あと5つですかね。あと5つ、はい、あと5つ。次22番方向幕1番の方です。はい、こちら1万円から。すごい、1万円からですね。1万円から、はい、こちら見にいくらぐらい。ここ3万円。さあどうだろう、行ってほしいですね。3万円は、はい、はい、あのこれ今回の最高額です。おお、45,500円。おー、すごい。篠原さん、篠原さん、篠原さん、方向幕はどのようにしてお使いになるんですか？本当？それ誰か後ろ乗ってきそうですけどね。なんかね、これ運賃払えばいけるやつ。いける自転車につける。まあ、素敵ですね。すごい、つけるのは自由ですよね。もう自分のものですからね。はい、続きまして23番の方向幕2番の方です。はい、こちらもですね、いいお値段がしそうです。はい、こちら、24,200円。大見さん、大見さん、あ、いらっしゃいました。おめでとうございます。おめでとうございます。大見さん、さっきも、ね、ね、来られましたね。また博物館になるんでしょうかね。はい続きまして24番、はい、こちらも方向幕この3の方です。はい、同じ方ですね。はい、はい、こちらが、はい、こちらね、2万円ですね。平塚さん、あ、手上がりました。あ、平塚さん、おめでとうございます。おめでとうございます。方向幕はまた違う方にあったりしてね。はい、で次がですね、26番半海軍号看板に、これあの懐かしいと思います。
斉藤さん。もともと今ね、ミステリーツアーとか終わってからツアーやってますけど、はい、最初ね、来るのにやってましたからね。そうですよね、はい、最初はそうでしたね。斉藤さんが乗ってる電車は半海君。半海君も懐かしい、はい、こちら一応ね、3000円からなんですけど、おちなみにいくらぐらい？3000円、4000円。いや、ほんまのこと言ってください。本当に思ったのは3500円。今好感度上げに行ってます。いえいえ、私がお小遣いで買いたいなって思った。3500円。倍の7000円です。すごいすごい、はい、じゃあ中浦さん、博物館に行きます。城さんにももしかしたらいろいろ集めてもう一つ半海電車を作りたいのかもしれないですね。そんなことはない。部品だけでなかなか。でもヘッドマークとか先のレールもね、ちょこちょこ変えたし。本当ですね。場所がでもお家のコレクションを寄せ集めたらなかなか、そうですね、鉄道会社ができるかもしれませんね。もう何度登場されたことか、ね、すごいです ね、はい、まあ、最後ですね、はい、こちら27番綾野町駅名板、はい、すごい大きな毛利ホームがね、ちょっとリニューアルされました。そこで合わせてちょっと駅名板変えました。高須神社もいますね、はい、そうです。はい、こちらも3000円3000円からですか。はい、おいくらでしょう、はい、こちら、はい、5000円。お、小泉さん、はい、綾野町駅名看板です。小泉さん、いらっしゃいますか。おられますか。いらっしゃるかな。おられますか。いらっしゃる。小泉さん、おられますでしょうか。今、綾野町の駅名看板のオークション中です。小泉さん、いらっしゃいますか。おられない。いらっしゃらないですね。おられないですか。あ、こちら次の方来ますよ。そうですね、つい時点で、はい、時点の方、うん、はい、こちら、3300円。はい、おお、で、工藤さん。工藤さん、はい、いらっしゃいました。おめでとうございます。ね、結構大きいですけども、これ、はい、持って帰りはるんですか。かつ、すごい目立つ。これを持って電車に乗ってたら、ね、迷子にはならなさそうです。あら、お家に飾られるんでしょうか。ね、はい、ということで、はい、今年もオークション、面白かったです。ちょっとね、時間オーバーしましたけど。すいません、面白かったです。例年よりちょっとね、多分落札重いんですよ。はい、はい、ですので、はい、良かったです。はい、今年も、はい、何に使うかが聞けてよかったです。よかったですね、はいはい、また来年ね、どんな使い方されるのかちょっと楽しみ、ね、令和とか出てきそうですからね。あ、もう令和も出てるんですよ。あ、出てます。あの令和の、ね、出てたんですけど、ね、入札なかったんですよ。あらー、まあ、やっぱりいくらかね、販売はあったんですよ。多分販売で先買われてるかもしれないです。はい、こう実際使われてなんぼっていうことなんでしょうね。すごいですね、はい、なんかもう珍しいものがたくさんあって、はい、もうあれでしょ、トカラさん、あれでしょ、もう全然値段の感覚が分かんないでしょ、これ。ごめんなさい、ちょっと、はい、なんかやってる鉄道会社の人間もよく分かってないです、はい、なんか相場が分かんないんです、相場が、うん、一番最後の駅のやつとかすごい高いのかなって思ったら意外と、ね、そうでもなかったり、なんか、あ、やっぱり欲しいものにはね、どれだけ積んでも欲しいですからね、ちょっと面白かった。でも、とこはれ、えりちゃんはいろんな鉄道イベントでご一緒させていただいてるんで、本当にプチ徹子さんだと思います、ね、もうちょっと一緒にさせていただくたびにいろいろ勉強させてもらって、でも今日初めて半海電車に乗ったんです。すごい楽しかったです。なんかワクワクしました。やっぱりこれをね、大阪の街走ってる
ていうことがねえ、なんかすごいのんびりしてここまで来れたんで、また癒されに来たいなみたいな。そうね、乗り放題も安いし、びっくりしました、ね、600円であれ1日乗り放題ですか。乗り放題ですからね、いろんな駅ね降りていったりするのも楽しそうですね。そうね、っていうそんなお友達がたくさん増えたらいいんですけども。あ、ねえ、ね、ということでね、はい、はい、一旦ちょっとここです、はい、戻りまして、はい、あの後ろで準備、各社準備できるかちょっと確認をね、ちょっとしに行きましょうか。あ、分かりました、ね、確認しておりますか、ね、はい、一旦一回一度ちょっと行かせていただきます。はい、分かりました、はい、すいません、あの今年はゲストなもんで、ちょっと進行が分かってないんですけど一旦失礼します。ありがとうございます。またでもすぐですね。そうですね、またすぐ出てきます。すぐ出てきますので、はい、はい、多分今ね、あの後ろで漫才コンビがね、あの練習やってるので、ちょっと確認してきます。これじゃあ行っときますよ、私。じゃあよかったら松本さんチェックして行ってきましょうか。ちょっと行ってきます。いただいてもよろしいですか。松本さんに見に行かせると申し訳ありません。すいません。いや、路面電車祭り初めて参加というお友達を、あ、結構いらっしゃいますね、うん、後ろの僕ちゃんかわいいね。かわいい、あの帽子をかぶってる、ね、ね、お子さんもいます ね、 お子さんと、ね、お兄さんももちろんかわいいですよ。変なお目方なんてすいません、無理がありましたね。どうでしょうね、もう21回ですから、21回も来ちゃってるっていう座物さんもいらっしゃいますか。あ、いらっしゃった、フル参加ですか。すごい、もう21回路面電車祭り来られてる方もいらっしゃいましたよ。フルイニングですね。すごいですね、拍手だけを差し上げます。特に何もないですよね。名誉プレゼントですね。はい、今確認してきました、はい、はい、あの練習バッチリらしいんで。あ、よかったです、はい、打ち合わせが、はい、はい。